シャドーウォーカーは価格の割に強力な能力を持っています。はざテレポートが多くの状況で非常に便利ですが、再利用するにはとても難しく、移動する位置もユニットごとにバラバラなので、いろんな面で不安定な能力です。近接陣形で移動したシャドーウォーカーはほとんど瞬時に処理されます。スタットが低いので運に効果が大きく左右される方です。この点を少しでも補うために、ワーカーの探検には特殊な能力があります。攻撃を的中させるたびに、当たったユニットに限って威力がますます高くなります。このおかげで数が多ければ巨大ユニットでも処理が可能です。強化は的中瞬間から全てのウォーカーに適用されます。しかし強化中に対象が変わる場合、既存の強化は完全に初期化されます。一つのユニットに集中させるのが最も効率的でしょう。敵の数が少なかったり体力の低い遠距離ユニットには問題ありませんが、スタッフなので歩兵の役割はよく遂行できません。全部敵陣に投入される瞬間、後方のユニットは何の保護もなく攻撃にさらされます。特殊な用途に特化しているだけに、確かに汎用性は低いですね。遠距離ユニットはほとんど近接戦には無力なため、敵の数が多くてもそんなに多いワーカーは必要ありません。一定以上のワーカーは火力の空白を招くから、あまりにも多く配置するのは避けましょう。そして敵の陣形の影響を多く受ける方です。敵の歩兵陣が後方と遠く離れている状態では大きな効果を発揮するが、そうでなければワーカーができることがほとんどなくなります。こうやって極端なユニットなので、シャドーウォーカーは他の味方をサポートする役割が最も効率的です。ウォーカーの不安定性を他のユニットが補うことができでしょう。全体的に1000派閥のガントレットとは全く正反対ですね。特に能力のないガントレットと違い、独歩的な能力を持っているにもステッドのせいで主役になることは稀です。センチネルは大遠距離ユニットで、盾の性能は他のユニットと同じです。速度や威力も高い方じゃなくて、価格が少し負担になる方ですが、一つ変わった能力を持っています。敵が近づくと盾は斧で変わります。迅速な攻撃に遠距離ユニットを処理することができます。ただそれでもダメージはいい方じゃないので、体力が高い近距離ユニットには多少不利な方です。威力の問題で、他の状況でも単純な近接ユニットとして使うには、自分より弱いユニットよりも非効率です。また、弱点は他の盾ユニットと似ています。武器が違っても用途は同じです。センチネルが確実に優勢を占める相手は遠距離ユニットだけなので、他の用途に活用するには不足な威力を補う工場兵器が非常に有用です。兵器がセンチネルが苦戦する強力なユニットを処理し、比較的頑丈なセンチネルが後方陣営を制圧できます。攻撃力が低くても他の盾ユニットよりはかなり強いから、より迅速な処置が可能です。ただ後方陣が強すぎるとセンチネルの役割は大きく縮小されます。互いに違う武器を一度に持っているので汎用性が良さそうだが、なんか格別に見えても実際はそんなに変わりないですね。メカニックの炎は一度に多くの敵を打撃します。射程距離は短くても多数のユニットを相手に効果的です。ただ瞬間火力が足りない方なので、突然の突進には多少脆弱です。そして他の広域ユニットのように地形によって性能が大きく異なります。敵が分散している広い地形よりは幅が狭い環境が最も戦闘に適しています。巨大ユニット相手には火力に問題はありませんが、距離を維持することができないため生存率はかなり低いです。少数なら処理する前に全滅するだろうし、数が多ければ処置に成功しても損は大きいので、ポイントに大きな負担がかかります。メカニックの火は他の火に比べてより大きな被害を与えます。ただ一般的な火は周囲ユニットに燃え移ることができますが、メカニックの場合広がる性質がないので、大きな打撃を与えるためにはユニットがずっと生きていなければならないのに、射程距離が短いので攻撃に多くさらされるメカニックにはかなりの短所です。また後ろにあるタンクは衣装ではなくものなので、投射体が詰まります。しかしそれなりに有用そうだけど、サイズが思ったより小さい方なので実用性は限界があります。当然ですが、メカニックの最大の敵は遠距離ユニットです。また移動速度の速い騎兵も相当な脅威となります。そして近接ユニットも多すぎると危険になります。このような条件のためにメカニックは陣形を構成するのが難しい方です。まずいつも中間の席に置かれるようになっています。後ろにいたら時間通りに戦闘に参加できず、前方に立つと攻撃に脆弱なメカニックは簡単に制圧されます。注意すべき点は、単にメカニックが中央に来たるだけでなく、最初から頑丈な陣形でないといけないということです。メカニックは制約と弱点が多く、いくつかの状況でのみ大きな効果を発揮するユニットです。他のユニットで不利な状況が起きないように防止する必要があります。後方が弱いと敵の遠距離ユニットにメカニックが露出し、突撃を阻止する前方も同じです。そして前方は相手の投射体を防ぐ役割も兼ねるので、もっと重要になります。相手がこのような能力を備えていない状態なら、メカニックだけでも簡単に勝利できますが、こういうユニットはメカニックじゃなくても勝つ方法は多いので、別に大きな長所ではないでしょうね。
いくつかの部分が少し残念ですが、それでも最適の状況ではかなり強力な性能を発揮します。それでも確かにちょっと面倒ですね。ボイドカルティストはサポーター志向の中級近接ユニットで、攻撃力は価格に比べて高い方ではないですが、一定範囲内の敵を一箇所に集めて陣形を崩し、攻撃ユニットに非常に静着にします。盾が少し小さい方なので同死体をよく防げないですが、体力がかなり高くて敵陣を崩すから他のタンカーより攻撃によく露出しないので、前方ユニットにしては生存率はそれほど低くない方です。ただ能力の範囲は大きく限られているため、他のユニットより機動性が優れた騎兵、ラプター、電車のような場合は能力が容易に相殺され、ミノタウルス、マンモス、バサカーなどは範囲から簡単にはみ出すことが可能です。戦派閥のパラディンとその役割が似ていますが、敵を分散させるパラディンとは異なり、一箇所に集めるため後方ユニットとの連携はカルティストが優勢です。その反面、相当な性能の盾と僅差でも高いステップ、攻撃クールタイムに干渉する能力があるパラディンに比べて汎用性は低い方です。能力のためほぼ全ての広域ユニットと相性がいいです。ただ敵の広域ユニットにも弱いし、巨大ユニットにはあまり効果がないので、確かに配置する前に敵がどんなユニットなのかから把握した方がいいでしょう。なんかこの派閥にはこういうユニットしかないみたいですね。テンペストリーチは非常に強力な広域ユニットです。射程内の敵に稲妻を下ろすが、稲妻を生成する雲の持続時間が長いため、特定の区域を封鎖するのに特化されています。たとえ再充電は長くかかるが、一度に多くの被害、ちょっと私は稲妻が雲の下に落ちるだと習ったんですが、ないみたいで、シリタンなんだこれ。最近発生したバーグです。奇妙ですね。治るにはどれくらいかかるかな。4ヶ月予想します。ビーチの能力は攻撃機中でも総ダメージが高い方です。大きなダメージを持続的に敵陣に投射できますが、稲妻の命中率は良くないから、巨大ユニットがないなら単一の対象には多少非効率的です。そして体力がかなり低くて、敵が先に攻撃すると大きく危険になります。敵が攻撃の範囲から抜け出す瞬間、リーチの全ての長所が無効化されるので、いつもバックアップを徹底的にした方がいいです。特有の攻撃方式のおかげで、他の攻撃ユニットとは異なり、照準が外れてタイミングを逃しても強い打撃を与えることが可能です。この点はセーブ派閥のガンマンとかなり似ていますが、この2つを比較すると、リーチはより長く続く攻撃と長い射程で持続的かつ確実な処理を、ガンマンは範囲は狭くても短い準備時間と速い着弾速度で瞬間的な火力投射に特化しています。ただ再装填は長いのでリスクは大きいが、それだけに素早い制圧が可能です。したがって似たような攻撃方式であっても、他のユニットとの相性は正反対です。ガンマンは素早く攻撃を浴びせかけて機動力の4ユニットも簡単に処理するが、リーチは雲が生成するまで時間がかかるので迅速に対応できません。また一度に落ちる中弾と違い、稲妻が遅い間隔で落ちるのも大きな欠点です。直接投射体を発射する方式ではないので、タイミングが何よりも重要です。もし敵がずっと雲から逃れたら、レガシー派閥のファラオが以外に役に立つかもしれません。止めなくても別に問題がない、他の広域ユニットよりもっと相性がいいでしょう。ただファラオの能力を無視するユニットもあるから、やはりいつも使えるユニットではありません。そして当然ですが、狭いところで使った方がはるかに効率的です。リッチに足りない命中率を完璧に保管しますから。もちろんそれでも見逃すことがあるから、リーチだけを使うことはないようにします。デスグリンガーは素早い成功の近接ユニットで、体力がそんなに高い方ではないですが、長いランチ距離と低くない。これでもそれなりに強いユニットです。移動速度も平均より速い方で、攻撃力と攻撃速度ともに相当な水準です。今までこの派閥のユニットはそれぞれ独特な能力を持っていましたが、デスグリンガーは特殊能力がありません。エフェクトは派手ですが、実際の戦闘は殴るのと走れる程度が全てです。そして位置力が良くない方なのです。こんなに単純だから、理論的には様々な状況で使える長所がありますが、低い体力がいろいろと使用の制約を与えます。デスブリンガーも遠距離ユニットを相手に優勢を持つことができます。特有の長いランジと回避能力で、ちょっと痛くないふりする能力で早く後方を打撃することが可能です。弱点であればダメージは強力な近接ユニットと、痛くないふりをできない工場兵器があります。スピードも速いし、一番先に標的になるはずだから、このようなユニットが敵なら長く持ちこたえることはできないでしょう。他のユニットのようにランジを利用して攻撃を避けることもできますが、ランジはユニットが敵のいる方向を眺めている時にのみ発動されるので、危険な状況で後ろに逃げるときは役に立ちません。むしろこんな時には横へ突進して敵を通り抜けた方がはるかに安全です。本移動速度も速い方だから、抜け出すのがそんなに難しくないでしょう。ただやっぱり死ぬのにそんなにかからないから、避けた時も気をつけなければな。
ホイドモノークは悪派閥のボスユニットです。同じ価格のクロノマンサーのように独特な能力を持っています。モナークの瞬間移動はシャドウウォーカーと違ってクールタイムが約2秒前後と短く、移動した場所に広域ダメージを与えます。しかし発動時点がダメージを受けた直後なので、全ての攻撃を避けることは不可能で、技術の使用を妨害するクロノマンサーを相手には優位を占めることが難しいです。モナークの剣は攻撃が届いた地点にヘゲを召喚します。敵を撃ち抜いたりはしないが、周囲に広域ダメージと火をつけるので多くのユニットを相手するのに適しています。クロノマイサーのようにモナークも変身能力があります。一定以上のダメージを与えた瞬間、体力を回復して他の形態に変化しますが、攻撃範囲と威力が大きく増加し、体力もさらに丈夫になります。テレポートもまだ持っているので、敵に活字的に劣勢な状況で大きな活躍が可能です。トゲ能力もさらに強化され、一度に一つずつ召喚する1形態とは異なり、武器が通過する経路ごとに非常に多くのトゲを生成します。武器自体も広い範囲を持っていますが、トゲ一つ一つのそれぞれの範囲まで考えると、全ユニットをひっくるめてもモナークより範囲の広いユニットは多くありません。小規模戦闘では多少非効率的ですが、自力で体力を回復できる柔軟なユニットなので、不利な時でも途中で変身して体力を回復させると敵にのみ損害を与えることができます。したがってマンモスのように体力に比べて攻撃力が低いユニットに効果的です。しかしあまりにも早く変身したり、変身前に死ぬことになれば値段が安い方でもないので、いろいろと損害が大きくなります。特にダメージを完全に無効化するヤルとはうまく戦えない方です。変身のためには被害を加えなければならないモナークに火炎含む全てのダメージを無視するから、能力2つが全部塞がっている中で、攻撃速度まで速くなるから2倍も高くても勝率が高くありません。そして同じ価格の大侍とは勝つことがほとんど不可能です。体力が高すぎて攻撃力も9倍も差があります。変身後も特に変わりはありません。安易増加に偏っているスタットだけに、モナークが侍に勝つためには7発ほど叩かなければならないが、侍がモナークを始末するには2発あれば十分です。体力もモナークの2つの形態を合わせたものより高いので、トゲの日もあまり意味がなくなります。ボイドモナークは強力ですが絶対に無敵じゃないんです。自分よりはるかに安いユニットに負けたり、自分の能力をまともに活用できなかったりもします。しかしそれにしても相手にとって気難しいのはそうも変わりません。変則的な能力のために戦略を立てにくく、損失が大きくなる可能性もあります。このモナークを安定的に処置するカウンター戦略としては、バリスタ1台。 Hi guys, my name is Daniel and today we will fuck up some demon who happens to be the one that stole my social security number. XDDDDDD モナークのテレポートは攻撃を受けて後続を避ける用途です。反応できる前に強力な威力で打撃したら、値段と派手なエフェクトが顔負けに死んでしまいます。そしてウィザードやクロノマンサーのヒットスキャン攻撃は回避できないから、自然にモナークのカウンター役を遂行することができます。ウィザードは値段もあまり高くないので多少負担も軽い方です。他にも電車やアイスジャイアントに簡単に負けますが、値段差もあるし、この2人がモナークにだけ強いのではないのでパスしましょう。モナークを使う状況は敵の数は多いが似たような物量を満たすのが難しい時です。ユニットの主な目的でもあり、他の状況では同じ過酷でより効率的なダイアンを選ぶのが当然ですから。でも確かにユニット一つに依存するのはリスクが大きいでしょうね。テレポート発動は味方でも例外ではないので、回復や移動命令にも反応し瞬間移動します。これを利用して最初から敵陣に飛び込ませることで変身時間を大幅に短縮できます。ただ攻撃に一人だけさらされるから危険度も増すでしょう。最後に、得意にもブラックホールの影響を受けません。別に意味のあることではないです。ここまでが悪派閥の全てのユニットです。以前の全派閥のように、華やかなエフェクトと特殊な能力が目立ちますね。もうアーリーアクセスも終わったし、これから新しい派閥が加わるかは不確かになりましたが、それでも一度待ってみましょう。